三人称美の刃もて乱世を打ち払わん。呂布のような手合いは力比べじゃ厳しい。ここは地の利を生かし水攻めといきますか。俺は水門を当てに鍛え込みます。主軍は城の正面で敵を擁護してください。このところの雪で水かさが増えている。水門を開けばたちまちこの一帯は水浸しだ。籠城する相手の水攻めは格好の策。あの呂布といえども耐えきれないわ。手を示す。今養子をぶっ潰す。行くぞ。よし行くぞ。勇者たちの船敵地を攻め落とすんだ。これは総長の軍勢か。まずい。水門を破るか。OK。これは放っておくと面倒だった。もう頑張ってんだ。その調子で行けよ。さあ来やがれ。お前なんて一ひねりだ。連盟、曹操の一軍水門へ向かっている模様。何？曹操軍か。ここは絶対に通さんぞ。あんたにそばにいるのはあんたに。はいよ、こっちの話だって。いいですか。俺たちの動きを知られずに進む。なれ天空の刃。進軍を続けようが。一人で現れるか。面白い。わしが相手になってやる。
私がいるかぎか、そのような真似はさせん。ごめん、サツ。そのためにわざわざ来たんだ。こっちは簡単に動けるよ。これで北へ向かえるようになった。さて、次は西の橋を下ろしに向かおうか。必要なのはこの一手。
どうだ。束になろうと俺には勝てん。最強の攻撃を味わわせろ。私の名、信じ、支え合う方のため、私の名、ミキルリザ、お覚悟を。あんたは存在するだけで厄介だ。我が、そうそういなくなってもらうだ。お見事、天空を助けてくれますな。いやはや、手間を取らせてくれたね。さて、お縄についてもらおうが。呂不韋、その力見事なり。王徳、まさか。ん？大丈夫ですよ、殿は。うん、呂布、そして長領、お主らに問う、力とは何ぞや。ふん、くだらん。戦い、勝ち、全てを得るだけの。己が信念を果たすための術と心得る。そうして呂布は首を打たれ、長領は迎えられた。閣下殿、曹操殿は力を求めているのだろう。呂布はとんでもない力だと思うがね。どれだけの力があろうと、信用に足らぬ者とは共に戦えない。はっは、なるほど。お、その点、あなたはもう大丈夫のようだね。